今日はこれから前回の、勧進帳の、勧進帳の前引きって言われる寄席の相方の後半をやります。で、これは、4本の本調子ですね。で、ここが4です。わかりやすいよね。で、勧進帳の前引きは、で始まって非常に指使いが簡単だからおすすめですってことでしたね。そして前半の最後で終わってました。で次はまず弾いてみますが、これは割とこの指を動かすというよりはこのこういう弾き方のバリエーションですね。で口三味線はここはトリトリポリです。トリ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 トッチリトッチリトッチリトントン、トチチリチリチンチチチンチリチチンチンチンチチレ、ドツツンドツツンドツツンドツツレテツドンツン、テテテンツテテンツテンテンっていうもんですね。ですから、まあ、一通り口三味線で覚える、まあ、鼻歌で覚えるときに口三味線っていうのをやっていくうちにだんだん手とつながってきます。で今日は後半はその弾き方の方なので、もう一度弾きのこととかを、弾きすくい打つというとこをもう一度復習していきます。で後半の最初はまずこの4ですね。と4で後にトリトリってきます。だからこの手もこっちはこう 2ですね。2はポン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 言っていくトリリ、これがこう離れてると聞こえる、となっちゃうので、ここはしっかりやります。でこの時に小指が曖昧なよりこうグッと入ると自然に手がこっちに来るので弾きやすいし、できるだけこう寄せる。これこうやってると力入んなくて疲れます。すごく疲れるんですね。ただこうやるとあんまり疲れなくて思いっきり、えい、えいって飛び箱でこう踏み切るようにできますね。次がトンチリ、これはトンチリトンチリトンシャン、このシャンのところはシャンと2本をこうシャッとこうシャンと弾けてるか、まっすぐですね、ここにシャンって当てるですね。はい、でこれは指のこの左手が重要になります。で次は3になりました。とチリチリですから、ここは3で4をやるとこが難しいですね。1と伸ばす。で、この時やっぱここ外さないんです。どうしても無理な人はこう置いてからちょっと。次1。で、最後はここの4を3。これ。響き違いますね。ここで。これは同じ音ですから、置いとくことで共鳴して響きが深くなります。ってなります。ここでは、まあ、弾くとすくい、打つという、あるんですけど、ちょっとすくいについて、もうちょっとクローズアップしてやっていきたいと思います。まあ、このすくいっていう技術という、こう、ただ弾いて返すだけのことなんですが、これがとても難しいんですね。そして、いい曲、まあ、より高度ないい曲には必ずこの弾き方がたくさん入ってる。で、ですので、私も弾きたい曲で、いつもこれがネックで練習してまして、まあ、生徒だからこそ気づく部分のとこですね。まず最初に、このバチの形が、バチが正しく持ててないと、救いは無理ですね。ここの形が、こう深かった、ここの持ち方が変だと、例えばこう握ってたら、
もう絶対こんな風にしかできないですよね。で、じゃあお三味線、はい、真ん中持ちました。ここで握ります。そしてここの2つは浅く押さえる。で、親指をポンとやって、この親指によく指圧の心って言いましたけど、ここからこう入ってないとダメだって言われながら、まあその感覚をもう何年も何年もかかって、先生の弾いてるののここのどこに力が入ってるのかなっていうのを常に考えてました。そしてこの、やっぱり一番大事なのは腕を出しすぎず、ここをちょっと曲げて、ここの方を持ってきて、こう、振るってことですよね。この振るっていう、これが疲れないでできないと、すくって、ここなるので絶対疲れてできないです。で、その時にやっぱりこっからここが軸になってるんだなっていうのを考えつつ、この先ですね、絶対、こうなる。最初はやっぱりね、ここで弾いてるんで、このガバちょっと引っ掛けてピャーンってやると、1個ぐらいにはなりますけども、っていうのはできない。音が汚いですね。で、まあ最初からこれを意識していくと、本来のバチが持てていて、手首が触れていたら、この澄んだ音が出るように、まあ自分で訓練すると。そして、ここだと、練習をするといいですね。で、この時にこのやっぱり小指がこうついて、なってる。こっち側を安定させることを意識して練習していくと、スクイもできるし、じゃあパーツ練習をね、とかそういうのをしっかりやってください。で、ちょっといっぺんゆっくり弾いてみますね、全部。ということでした。では、全部弾いてみますね。はい。で、ここ、前回の時ちょっと早かったですけど、あんまり実際の歌舞伎の舞台なんかでは、鼓も入ったりとか、まあ人が歩いて出てくるとこの前触れなので、そんな早くないです。以上です。ぜひ練習してください。で、勧進帳は他にもおすすめのパートがありますので、ぜひここをマスターした後はそちらに進んでくださいね。